メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズ、この試合の模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右の高橋光成、対するバファローズの先発は左のアルバース、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。ライオンズ勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面でメヒア、1球目ストレート空振り、伸びのあるストレート、投げた、頭空振り、伸びのあるストレート、第3球を投げた、あっと、いった、一直線、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン、ライオンズファンで奪ったスタンドに吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。今の勝ち越しのシーン、リプレイでご覧ください。5回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のメヒア。バファローズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。変化球ストライク、低め、バッター追い込まれました。投げた、マシンで捉えた、抜けた、メヒア、いいバッティング。ライオンズ、リードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面でメヒア、今日2打点を挙げています。第2球、投げました、ストレイク。第3球、打った、これはいい当たりだ、打球はそのまま伸びていく、ホームランだ、ホームラン、ソロホームラン、メヒア、今日これが2本目のホームラン、ストレートを狙い打ち、チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。